ニコラウス・エステルハージは、オーストリア軍元帥。ニコラウス・ヨーゼフ・エステルハージの孫であり、祖父を、ニコラウス一世と称するのに対して、ニコラウス二世とも呼ばれる。1783年、リヒテンシュタイン公フランツ・ヨーゼフ一世の娘マリア・ヨーゼファと結婚し、後継者のパウル・アントンらを設けた。父のアントンが1794年に没すると、 エステルハージ公尺を重ねくらいした。ニコラウスは解散された学団を再建しようとし、ロンドン滞在中のフランツ・ヨーゼフ・ハイドンに手紙を書いて、再び学長に就任するように依頼した。ロンドンから戻ったハイドンは学長に就任した。祖父と異なって、ニコラウス2世は、冬の間は、ウィーンに滞在することを好んだため、ハイドンはほとんどウィーンを離れずに済んだ。しかし、 音楽の趣味はかなり偏っていて、古い時代の宗教音楽を好んでいた。新しい主人の好みに合わせ、晩年のハイドンは6曲のミサ曲を作曲した。1804年には、老齢のハイドンに代わってフンメルがコンサートマスターに就任した。フンメルもまたミサ曲を作曲した。 ベートーベンにもミサ曲の作曲を依頼し、ミサ曲派長長が作曲されたが、ニコラウス二世の木には入らなかった。1809年、ナポレオン1世からハンガリー王位を提供されたが拒否、ハプスブルク家を支持した。美術品を多く集め、これは1871年にハンガリーの国有財産となった。ありがとうございます。